今すべてが終わり、そしてすべてが始まる。この赤い鎖を使い異次元の扉を開いてやる。そして私のためにその力を使え。空間を司る神話のポケモンパルキアよ。これで全てが破壊される。全てがなくなり争いもなくなる。このねじれていく空間、私にしか止められない。これが神王を生み出した神話に残ってるポケモン、空間の神パルキア。今の世界を私が望む。究極の世界にするより、新しい世界を作り出す。そして私はその世界での神となる。うわぁ。めちゃめちゃオーラを解き放っておられますね。あ、そうか、これ以上いけないんだ。なるほど。天眼山の頂上にいる銀河団を止めよう。よし、行きますか。そんなに急がないで、ボスと戦いたい気持ち。なんとなくわかるけど、先に。私が相手してもらうわ。あなたには今まで散々コケにされてきたしね。その次は私。あなたは強いかもしれないけど、私たちも本気ですよ。おー、リュウジ。まだやってんだよ。俺がいないのに勝手に面白そうなこと始めるな。誰かと思えばイチコで。泣いてた男の子じゃない。ちょっとは強くなったの？いいわ、2対2で戦いましょう。おお、これは熱いね。よし、やってやろうぜ、リュウジ。さあ、ということで、マーズ&ジュピター戦ですね。頑張っていきましょう。ゴンベ。まさかのゴンベ。そして相手はダブルドーミランさん。どうすっかな。塩水でいけるかな。レベル高いな。ただ耐えそう。全然耐える。リフレクターか。光の壁か。マジか。お、いいね。噛みつく。とりあえず片方だけでも倒すか。よし、ありがとうございます。さあ、レベル55ですね。ポチャッコも高なってきましたね。怪しい光はゴンベさんか。お、いいね。スカタンクさんレベル46。なかなかえげつないな。壁が今張られてるんだよな。ただここはドーミランさんを通しに行くか。よし、オッケー。火炎放射。大丈夫。もう結構体力ありますね、ゴンベさん。タフだね。そしてブニャットさんですね。どうすっかな。一回変えるか。海さんでいきましょう。とりあえず威嚇を当てよう。
花を振る。さあナイス回避ですよ。これ多分オミさんの方が先に攻撃出ちゃいますよね。インハイとブニャットさんに当てようかなと思って今交代させたっていうのはあったんだけど、ブレイブバード行くか。うわー残るか。さあお盆の実の、そっちに来てたんだ。お、のしかかり、いいね、ナイスマヒー、さすが。で壁もなくなったんで、ここが攻め込み時ですよ。まいったからな、インファイト当てようかなって思ったけど、スカダンクさんからいっちゃうか。よし、いよいよ誘爆か。大丈夫大丈夫。さあのしかかり、おのしかかり返しが、のしかかり、さらにのしかかり、のしかかり対決。さあゴルバットさん、ブレイブ行くか。大丈夫、耐える、耐える、うちのみさんならガッツがある。あぶねえ、よかった。うわマジか、そっちか。すまねえおみさん。シルダかな。さあゴルバットさんか。ゴルバットさんは10万ボルトでいきましょう。よし、勝ちましたね、ありがとうございます。めっちゃお金くれた。俺のポケモン強いだろう、俺も強くなれるんだよ。とはいえ今はこれが限界かな。ライラこれ使ってる。おお回復。ユージはライラのポケモンを回復してくれた、ありがとう。おいライラ、あとは任せるからな。行っちゃった。
赤い鎖が崩れなくなってしまった。それなぜ新宿のポケモンエムリットがお前のそばに現れる。おお、連戦か。よし、頑張っていきましょう。赤木さんですね、赤木戦。ドンカラさん進化しますね。闇カラスさんが、リュウジがしっかりと回復してくれてるので、いいね、万全だね。さあ行きましょう、レードビーム。 OK、ギャラドスさん、ギャラドスさんか。ギャラドスさんは孝太郎でいこうかな。ここは素直に相性をついていこう。さあ、お互いにまずは威嚇からですね。スパーク、あー、マジか。耐えますね。参りましたね。やば。ならばもう一発。よーし、マニューラさん、マニューラさんは海さんのインファイトで行こう。ちょっとまだレベル的にはって感じだよね。リオンは、リオンの波動弾でもいいかなってちょっと思ったけど、今35ですもんね。さあ行きましょう、インファイト。マジか、木の実持ってますね。ただ問題ありませんと。よーし、いいね、いいね。さあ、クロバットさん、クロバットさんはチルだかな。ゴルバットさんの進化系ですね。そう、10万ボルト1000詰めか、追い風。うわー、耐えるか、耐えますか。もう一発回復の薬ね。よーし、ありがとうございます。ナイス急所。ここで急所に当てるのは強すぎる。ボーナッシュか、ボーナッシュ、まあ大丈夫かな。よーし、ありがとうございます。認めるか、神話の力を。従えたのではなく我が物にしたというのに。お前にとって本当の究極とは何だ。本当に美しく輝く幸せを知ってるのか。まあいい、私はいつか必ず神となってみせる。そして究極のものを自分のものとしてやる。言ってしまった。
やばい、俺とパルキアさんの二人だけになってしまったって思ったけど、光先輩と七日も長瀬が来てくれた。おうおう、空間の神パルキアか。パルキアが怒ってるのか悲しんでるのか。ただ私はライラを待ってるように見える。マジですか、マジですか、やばくないですか。何を試そうというのか。余計イライラ、パルキアと向き合うんだ。その心の声を聞け、思いを確かめろ。そうすれば赤い鎖で無理やり呼び出され、力を使わされた。パルキアの暴走も止まる。なんだかそう思えるんだ。ライラ君、さっきリュウジ君に会ったよ。ライラ君のこと信じてるって。あいつなら大丈夫だからって。私も同じよ。だからあのポケモン助けて、銀河団に無理やり呼び出され、あんなに苦しんでるポケモンを。どんどんハードルが上げられてるんだけど。マジか、脱出可能伝説のポケモンの暴走を鎮めよう。これどうなんですかね、どうなんですかね。ここでは使いません。わかりました、わかりました。やるしかないんですね。頑張ります。とりあえず光太郎かな。よし、行きますか。おー、いきなりバトルか。でかいな、パルキアさん。とりあえずね、威嚇を当てたいので戦闘にしてみたんですが、コウタロウ、プレッシャーか。 PP が1個多く減るんだっけ。どうしようかな、まあ、とりあえずクイックオールチャレンジしますか。1ターン目なんで。はい、結構いいとこまで行きましたね今。マジか、クイックボールチャレンジその2。よし、真面目にやりましょう。とりあえずね、まあ、電磁波やっていいかな。で、確かパルキアさんって水とドラゴンだったと思うので。おお、クアリング毎ターン回復してくるやつだったっけ。まあさすがに大丈夫だよね。オッケーオッケー。そう、スパーク、はい、いいんじゃない、いいんじゃない。とりあえずオミさんに交代でもう一段階下げましょう、攻撃力を。いいね。さすがに大丈夫か。はい、おお、あぶねえ。悪切断来ました。やべえ技強。とりあえず投げてみるか、ボールね。さあ行きましょう、お願いします。まあそうだよね、難しいよね、原始の力。え、やばくね、強い。ならば隅田
毒針、えい。結構2段階下げたのが効いてるかな、攻撃力ね。毒針、えい。あれ待って、アクアリングとトントンになっちゃってる、もしかして。どうだ、どうなんだこれは。とりあえず投げますか。泣く切断、あぶねー。ポチャッコにするか。オッケー、ナイス回避。で、多分塩水なら大丈夫だと思うんだが。オッケーオッケー。悪切断怖いよな。マジか。お、いけました、よかった、ありがとうございます。ぴょんぴょん。さあパルキアさんですね、空間ポケモン。やっぱね、ギャップが大事かなって思うんで、パルちゃんで。かわいい。ありがとうございます。捕まえたった。ライラン、お前は何という。まあそうなるわな。よくやってくれた、本当によくやってくれた。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。博士ったら、あといろいろ調べて、それでライラ君のことすごい心配して、こんなところまで来たの。無事でよかったね。誰の未来も誰の世界も何者かによって奪われるものではないんだ。ありがとうございます。でね、確かね、なんかあるんじゃなかったっけ。だよね。さあ白玉です、ありがとうございます。お汁粉とかに入れるやつです。まあ、ていうのは冗談で、パルキアさんの専用アイテムで持たせると威力が、攻撃力上がったりとか、そういうやつだったと思います。どこかな、あったあった。水タイプの技とドラゴンの技の威力が上がるってやつですね。おーし、ということでどうすっかな。
穴抜けでいいか。穴抜け使っちゃうか。これでもし槍の柱に出てきたら受ける。おー、よかったよかった。そっか、一応一回ここでお外出ましたもんね。ということで、なぎさシティの様子を見に行こうになってるんで、いよいよこっちに進められるってことなんだと思うんですが、泊まりから行くか。でね、確かね、湖の3匹のポケモンも、この時点から捕まえられたりもしたかなって思うんですが、一旦ね、なぎさシティに向かっていこうかなと思います。どっかでね、タイミング見て、捕まえに行こうかなと思いますので、よろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。